はい、どうもファンネルです。パークライフ5続きやっていきたいと思います。はい、今ジェイコブの番下へ向かうところですね。前回の動画でジェイコブの方は抹殺しましたので、来ました。ジェイコブのバンカーに行って保安官を救出っていう風になってましたんで、敵が援軍を呼んだ。どういうこと？援軍呼ばれてもね。援軍来た？またバンカー内は、ああでもそんなにややこしいところじゃなかったとは思うんで、このビーコンは見たっけ？マップマップマップ、あ、ビーコン見てるね。まあビーコン見たところでもうこれジェイコブのバンカーのこのミッション終わったらきっとあとはジョンシードじゃない、失礼、ジョセフシードファーザーですねになるんじゃないかな。もうちょいですよ。そんなにバンカーは広くなさそうだな、ここから見える限りは。敵と戦わないといけないのかな。ビーコはベギンの群がる要塞よ。ジェイコブの鍵で侵入できるけど、簡単なのはそこまで。奴らが待ち構えてる。イーライが設計図を持っていたわ。私がそれを調べてプラットが捕まっている場所を特定してみせる。それまで気をつけてね、保安官。これはじゃああれか、こっそり侵入した方がいいのかな。いっぱいいるんでしょ。いるね。おっと、ちょっと待ってね。あれぐらいは撃ってもバレんでしょ。バレたね。ちょっといろいろ隠れながら進みましょうかね。バレるね、このままじゃ。これででも人払いできた？あれもスナイパーか。スナイパーが一番目がいいんだよね。よし、行くよ。インタラクト。また私だけしか入れない感じかな、これは。弾薬の補充がちょっとできなかったんだよね。心もとないな、これだ。ていうか弾薬の補充してくれよかったのか。よし、これで合ってるはず。どうやら捕虜はバンカーの奥に捕まってるみたい。プラットを救出するならまずは制御室に向かって。今頃は一帯が封鎖されてるでしょうけど、制御室に行ってジェイコブの鍵を使えば解除できるはずよ。頑張って。敵がいないのが怖い。いるね。ていうかこれ双眼鏡使わんと敵見れないんか。まとめてやる方法みたいなのないんかね。スモーク、グレネードって後ろ、待って、後ろにいたっぽい。いたね今。参ったな。待って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 、見ないで、こっちこっち見ないで。よし、こっち走ってくんのかな。なんでバレた。痛い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 。ちょ、医療機ダメこれそこら中にいるな。
弾薬回復してから来ればよかったかな。この手の戦闘あんま好きじゃねえんだよな。よし、これで合ってるはず。いるじゃん。どうやら捕虜はバンカーの奥に捕まってるみたい。プラットを救出するならまずは制御室に向かって。今頃は一帯が封鎖されてるでしょうけど、制御室に行ってジェイコブの鍵を使えば解除できるはずよ。頑張って。頑張ってって言うけどね、こっちにいるよね。なんかビクビク動いてる。鉄鋼弾。おっとっとっと。こっち来い、こっち。バレた。危ない危ない。お前強いな。お前キック。あれ、この人蹴っても効かない。この人蹴り効かんねえ。どんだけ強いんだよこの人のアーマー。よくもジェイコブを殺したな。テイクダウン。こん中にもいるよね多分。そっちね、そこの下を行けと。なんか弾があるっぽいな、そこに。あれフルだな、武器的には。テイクダウン。あっちだけどこっちは行けないからぐるっと回っていかないといけない。敵がどこにいるか見えない状況では厳しいぜ。パイプ爆弾、手榴弾にしとこうね。おっと、なんだこれは。ファーザーの写真。機銃、機銃がある。お、これで解放できるのかな。さて人は。プラット保安官を救出。最悪の存在は何か。どこにいるんだろう。それは弱者ではなく、どうせ敵湧くんでしょ。こっちか。こっちじゃない。いるね。投げナイフキル。ここはいない。索敵大変よ。そっちにいるんだよね。待って、移動して。さすがにこれ撃っちゃう。悪いよね。っていうかこれ柵壊れんのかよ。なんかビクンビクン柵が動いてるけど、取得。サブマシンガンの弾じゃなくてライトマシンガンが欲しい。ライトだっけ、ヘビー、わかんない。救出するがここにあって、下の方にいるのね。いい感じで、なんかでも弾取ってるな。時間も確認しつつ、ステルスで
おお、びっくりした。箱か。これ多分なんかいるでしょ。やばい、音でバレちゃう。来てるかな。おっと、危ね。こっち来い、こっち。ナイフでいけっかな。シュッ、一撃じゃない。フッ、テイクダウン。強いあの敵がいるときが一番怖いんだけどね。これ開ける必要ないってことね。いっぱいあるな。敵はいない。もうこんだけいないのも怖いね。ムービー入ります。大丈夫か。何が起こってんだ。なんか悲鳴が聞こえるけど。弱いと言われた。当然の結果だって。その通りだよな。当然の結果だ。そうだよな。何やるつもり。そうだよな。漏電したら危なくない。水だよ。電気ビリビリにならない？大丈夫？お、マシンガンだね。俺は強くなった。そして奴らは弱い。弱者はなびかれるべきだ。ちょっと変な洗脳されてるな。やばいって。逃げないで爆発すんじゃん。またこれは。道を覚えてねえな。走れって言われるんだろ。どうせ違うの。あ、違うね。ですよね。おっと、危ない。でも時間制限ないね、これ。おっと、危ない。どこにいる、どこにいる。もうぶっ放しいいんじゃねえかこれ。どこに行けばいいんだ。上に行く。こっちか。おお、いいね。クレイジー。援護もいいけど行くよ、さっさと。なんだ。なんか火が出るね、これ怖いね。タイムリミットないからいいけど。ほい。お前飛んでくんなよ。食らわない。置いてくか。どこに行けばいいの。あれはジェイクを殺したやつだぞ。そうよ。上に行って痛いね。
どこにいる？見えないんだよ。あっちもいるね。よし。で、どこ行くの？あっちか。リロード、リロード。手榴弾はまだある。はいはい。火出てくんだよな、これ多分。しゃがむ。わわわわわわわ。こっち？残り時間みたいなのないけどね。とりあえず登ればいいのか。インタラクション。安全な距離まで移動する。じゃん。これで OK。なんてことはなかったですね。また汚い花見の時間ですね。ホワイトテイルマウンテン地区を解放した。やりましたね。これで3つ解放できたってことよね。残るファーザーはどういう形で決着をつけねばならんのか。正面衝突かな。みんなホワイトテールに来た理由は同じ。大切な人を失った。家族に、友人。ここにいるのはイーライのおかげ。お互いに助け合うことを彼は教えてくれた。友達だった。寂しくなるわ。イーライは分かってくれてるわ。イーライは信じてたんだ。耐え抜けばいつか奴らは消えると。いつか。そんな日は来ない。ガンは消えない。成長する。だから取り除くんだ。ベギーは世界が終わると信じてるが、終わるのはエデンズゲートだけだ。ここの木にあいつらを残らず吊るし上げるまで僕たちは背を緩めない。そうだ。みんな本気モードになりましたね。ファーザー。また封印が解かれた。我が家族、兄も弟も妹も皆奪われてしまった。庭に入り込んだ悪しき蛇によって。神の計画を理解したと思った。だが間違っていた。見えていなかった。だが今は見える。私の家族を奪ったのは私に奪わせるためだな。喜んで彼らを歓迎しよう。もちろん君のことも。君を待っている。始まりの場所で。
始まりの場所、まあゲーム開始当初のあれですね、きっと教会みたいなところの中にいた時のことかな。ついにファーザーと、ちょっとそれまでに払った犠牲が大きすぎませんかね。ファーザーは戦士に最高のものを与える。他にはクズしか戻ってこない。オッケー、戦争の犠牲者。これでなんか、まああれは来るわな、通信は。通信来ませんね。聞いてくれ保安官。来ました。俺たちはついに終着点に到達したんだと思ってる。ジョセフ・シードを片付ける時が来たんだ。奴は教会でお前さんを待ってるぞ。全ての始まりの地、ついに解放されましたね。あれ1300、あれか。一度ジェイコブの彼についていく夢を。はい、ということで通信ももう来ないみたいなので、今回以上にしたいと思います。では次はもうあのミッションが選択されている状態になっているっぽいんで、ファーザーの屋敷に向かうやっていきたいと思います。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。さようなら、またねー。